三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース。ありとあらゆるカルチャーをゼロから学び発信していく東京有楽町にある基地ゼロベース、隊長の3代目 J ソウルブラザーズパフォーマー山下健二郎です。そしてファンタスティックスの沢本夏樹です。はい、9月入りましたね。入りましたね。夏休み終わったということで、なんか夏休みの思い出ざっくりと何かあります？夏休み、うん、夏休みか、うん、静岡に親戚がいるんで、うんうん、うわ結構毎年行ってました。行ってたんや、はい、静岡行って何してたの？海入ったり、あの、うん、花火大会行ったり、うん、今やってるか分かんないですけど90度の滑り台みたいな場所があって。90度って直角やん。はい、本当に滑り台あるんですよ。それが怖くて全然滑らない。いや、ちょっと待って、90度の滑り台やったらもうそれフリーホールフリーホールやんか。ちゃんと下はこう若干滑らかになってるんですけど。え、ちょっと待って、最初90度に入ってはい、もうこの状態、うん、手でぶら下がって、怖っ、マジで、もうストーンっていう感じの。でもそんな長くないんで。それ普通のなんていうの、共有スペースのある公園な、グランパル公園でしたっけ。グランパル公園かなに確かあって、なかなか刺激的な遊具やねめっちゃ怖かったですね。それ面白いな。はい、ありますか健二郎さん。僕ですか。はい、夏休みはそうやな、まあ、小学校の時とかはまあよく釣りも行ってたし。小学校の頃からもうよく行ってた。そうなんですね。うん、で学生やったらやっぱり部活が忙しかったかな。部活忙しいっていうか、もう毎日練習して、夏の大会があるし、そうあったりとか。で大人になってダンス始めて、で関西でずっとダンスやってたんやけど、はい、夜行バスで東京来たりとかして夏休みに大会を出て、そうでホテル泊まるお金もないから、はい、なんていうの、あのサラリーマン金太郎みたいなさ、なんか なんていうんですか、ビデオボックスみたいな、知ってる？個室知らん？はい、なんて言ったらいいかな、まあ、ちょっと大人なビデオ屋さんよ。だからエッチなビデオがいっぱい見ながら個室で楽しめるみたいな、はい、漫画喫茶の、はい、だから要は大人バージョンみたいな。そんな場所がすごい安いね、リーズナブルで、はいはい、3000円とかで、めっちゃ安いっすね。そうフラットで寝れて、はい、で何やったらおまけにDVD もなんか借りれますみたいな。で3000円か4000円、もっと安いんかな、安いね、25とかやね。で1話泊まって、大会で負けたらそこで泊まって、次の朝の早朝にバスで帰って、いいですね。やってた。それが結構なんか面白かったな。すごい面白かった。青春ですね、それも。一つ青春青春そう懐かしいな、はい、うん。さあさあさあ、ここで今月のメールテーマ発表しましょう。僕の私のちっちゃな悩み、今月はですね、隊員の皆さんから人に相談するほどでもないごくごく小さな悩み送ってもらっております。今夜はそれを紹介していきましょう。はい、さらにファンタスティックスの中島颯太も来てくれているので、一緒にちっちゃなお悩み解決に付き合ってもらいましょう、はい、ということで今夜も若口先生ビンビンでお送りします。ゼロベーススタート。三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース。オールナイトニッポン元チーフディレクター石井ひかるによる初エッセイ集アフタートーク。ラジオ業界を目指し奮闘した10年間の情熱と思い、すべてのラジオリスナーの胸に響く圧巻の300ページ、 Amazon ほか各販売サイトで予約受付中。トータルテンボスの抜き差しならないと、ギリシャリのおとぎ話、カエル亭のオールナイトニッポン愛、日本放送のポッドキャスト3番組でイベントを開催します。題してトータルテンボス、ギリシャリ、カエル亭、抜き差しならないおとぎ話亭。日時は10月20日水曜日夕方6時30分開演。会場は吉本有楽町シアター。オンライン配信もあります。出演はトータルテンボス、銀シャリ、カエルテイ。会場チケットは完売、配信は1600円で販売中です。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース。
三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース、お送りしているのは山下健二郎とファンタスティックスの沢本夏樹です。はい、そして今夜のゲストはファンタスティックスの中島壮太です。ありがとうございます、よろしくお願いします。どうですかラジオ？はい、うん、めちゃくちゃ楽しいですね。ラジオどうなの？ラジオってよく出てんの？そうですね、あと大好きです。僕、あ、そうなんや。おしゃべりが本当です大好きなので。全くイメージなかった。いや、イメージ最初本当に言われます。あの、ね、見た目というかで言われるんですけど、がっつり逆で。そうやな、はい、じゃあそのギャップになんかキュンとしてる俺もいる、はい、嬉しいですめちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ、あの、そうだと思う。はい、先週に引き続き今週もよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、それでは、そうだと一緒にこのコーナー行きましょう。僕の私のちっちゃな悩み、隊員の皆さんから人には相談するほどでもない小さな悩みをもらっております。それを読んで3人で解決したりしなかったりしていきましょう。はい、解決しないパターンもあるんですね、うん、あるよ。こういうのちょっとちっちゃい悩みじゃないですか。あ、ありますね。それこそ沢夏くんに対してなんですけど、何、あの、まあ、ライブとかで、まあ、僕歌ってて、はい、じゃあ結構沢夏くんってテンション上がったら規制を発するというか、え、マジで意外なんですけど、まあ、フーとか一番言うメンバーなんですよ。意外何ですか。最近ちょっとフーから変わってなんか、うん、へって言うんですよ。なんかその絶妙なへーとかじゃなくて、へっていうのね、自分もハマってて、でそれをライブ中とかにも言ってはくるんですけど、あ、なるほどね。聞こえる状況のところにへっって言われるとちょっと、まあ、笑っちゃうよな。そうですね、曲に入れないというか。ちょっとやってみてよ。へっ、まあまあやろ。いや、それ近くにおると大爆笑いぞ。結構いや、きついな、これは。きついですね。やっぱボーカリストとしては嫌やわ。で、絶対なんかファンタ、うん、もう最近もそれ聞こえたら絶対誰かが反応するって言って、うん、聞こえた人は絶対へっって言うっていう連鎖がする。なるほどね。一人が言ったらもうみんな8人ぐらいがもう連鎖してる。しかもどれだけ早い方がいいみたいな感じで、早く言った方がいい。最後にへっって言ったやつ負けみたいな。負けみたいな。やってますね。面白いですね。じゃあ、あの、メールがいっぱい来てるんで、はい、読んでいきましょうか。お願いします。はい、神奈川県のマニコさん、私はネイルをボコ、あ、ボコボコじゃない、ガツイなメール、ガツイメール。私はネイルをゴテゴテにするのが好きで、ほぼ全部のパーツが地爪から飛び出しています。パーツが邪魔で床に落ちたものが拾えなかったり、鼻の穴に指が入らず鼻がほじれなかったり、あんまそれ生活に支障が出ています。でも可愛いのでやめられません。皆さんも生活に支障が出ているけどやめられないものありますか。あ、すごいですね。どうですか、爪。ギャルですね。ギャルだよね。女性はそうですよね。うん、爪事情どうですか。僕はもうそんな長くすると、うん、ギター弾くんですけど、ギターとピアノの時に、うん、あの、当たっちゃうので。そっかそっか、はい、そうだね。イメージは。サウナツは爪ですか。うん、僕めっちゃ爪ブサイクなんですよ。そうですよね。爪ブサイクって。爪ブサイクなんですよ。一回ケンジロさんの爪見してもらっていいですか。爪ブサイク、はずいな。俺の爪こういう感じ。男らしい感じ。綺麗、綺麗ですね。綺麗？はい、綺麗です。綺麗？形も綺麗です、ね。本当？男らしい。男らしい？うん、これぞ男らしいですね。サウナズは？僕の見ますか？見て、親指が特にダサいです。わ、何これ？何これ？何やろう？なんて言ったんやろな。広いですよね、爪が。丸い感じ？でもブサイクではないで。え、マジっすか？おう、別に。どうですか？なんか男らしくて。え？ちょっとゴツゴツしてんのかな。ゴツゴツします。普通爪ってなんか縦長じゃないですか。そうやんな。僕が横に長方形なんですよね。俺も丸いで爪。ほら、あれ爪の見せ。なんやろ。あんまラジオで爪見せるってないですよね。見えない状態で。ソータもブサイクじゃない結構。いや、だから短いのよね、みんな。ソータもブサイクじゃないってあんまよくない。ソータの爪もブサイクじゃないにしてもらっていいですか。ソータの爪もブサイク。あ、そっちですよ。確かに。やっぱ男は短い方がいいですよね。短い方がいいと思う。はい、多分。いや、でもまあ可愛さに負けてしまったってことだよね。そうですね。あ、でもそれは確かに女性あるあるですね。うん、あるかもしれないですね。じゃあ次行きます。はい、はい、千葉県のミータインです。はい、夜寝る前に半袖だと寒いけど長袖だと暑いです。どうしたらいいですか。めっちゃわかります。これ、これこの季節あるあるですね。本当にわかります。わかるわ、うん、俺でも基本的に暑がりやから、はい、半袖やな。ああ、僕もです。そうです。あれあれあれ、逆の方がいいか。解決したな。だからその布団とかで解決するタイプ、俺は。ああ、上にかぶせるタイプ、はい、厚めか薄めか。そう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 、僕寒さ感じないんですよ。え、どういうこと。あ、もうどんだけ寒くても神経おかしい。いけてて、あの、
もうガンガンに冷えた状態でも普通に入れますね、うん、ええーはい、そうなんや。寝るの？寝るときはまあ布団かけるんですけど、あ、うん、大丈夫です、寝れます。寝れる。暑いよりはもう全然寒い方がマシです、ね、確かに俺も寒い方がまだ得意かな。暑いのほんまに無理。サウナつくもですよ。僕も無理です。全然一緒。もう夏とか3分歩いたらすぐスーパーとか入って進んでみたいなタイプ、はい、経由してきてコンビニ経由してこう出てもう一回コンビニ入ってっていう。ああ、なるほどね。普通10分かかるところ20分はかかってるし、うん、涼しさを頼むんや。それを減ってこう時間早めに出ますね、家は。なるほどね、はい、ちっちゃい悩みか。サウナつなんかあるの？ちっちゃい悩み、うん、汗っかき。ああ、あと僕こう耳がちょっと不思議じゃないですか。お、うん、なんて言うんやろ、ここのラジオで折り返しですよ。お前、うん、ちょっと厚めの皮みたいな。厚めのちっちゃいですよね、耳。耳ちっちゃいですし、ここなんか、これラジオで言う悩みじゃないですよ。ラジオでここって言っちゃってるんで、今。耳の後ろ部分。じゃあ、メール次行こう。行きましょう。聞いたけど。続いて、行きます。あれ、これ名前はなしで行きますね。はい、はい、うん。私は食べることが大好きで、部活の後、うん、自転車で家に向かっている途中、うん、いつも夜ご飯のメニューを想像するのが、うん、当たったことありません。あ、予想するのですが当たったことありません、うん、はい、うん、沢夏さんは料理が得意ですがいつもどのようにメニューを決めていますか、うん、僕ですか。料理どうやって作るの？献立。もう好きなの作りますね、うん、お母さんの気持ち分かんないですもん僕。お母さんから来てんの？いや、お母さんじゃないです、娘さんじゃないですか。娘さん。お母さんの気持ちを代わりに教えてください。あ、娘さんの気持ちですね。沢夏あれ、もうちょいで1年やで。やばいやばい、めっちゃ楽しみです。ブランクがあります。いつもマネージャーさんに次ゼロベースいつですかってすぐ言ってます。そうなんや。で来たらこんな感じになってます。僕もっとあのノリノリで喋ってたんですけど全然理解してないじゃないですか。あの3人変わってんな、はい、このポジション、はい、サウナスとショーゴとリキが、リキ、はい、それぞれの良さがもう今超出てきてめちゃくちゃ面白い。リキ育てリキも面白いもんな。いや、リキマジでおもろい。リキ面白いですよね。リキあんな喋るんだって思いましたね。ショーゴは俺昔っから知ってるから、はい、そうですね。バリバリ。なんとなくショーゴの良さっていうのは分かってるから、はい、やけどそうゼロベースよ。それこそサウナとリキはゼロベースやったから、そうですね。そっから2人のこの話がどんどんこうなんか成長していく感じがなんか、ね、ポケモン育ててるでも僕めっちゃ意外だったんですよ。その沢夏くんとリキがそこにつくっていうのも意外だったし、うん、でもめっちゃ人選すごさすがですと思いました。いや面白い、そのまま伸びていってほしいな。なんかいい感じに生き生きしてるから進化したいですね。ゼロベースいつですか？これちょっと答えたげな。これいつもどのようにメニュー決めてますか、うん、やっぱ季節とかによって僕決めてます、夏だからやっぱ夏野菜使いたいなとか、なんか魚食べたいなと思ったら魚使ったり、うん、これと面白いよね。そうですね。道具とか、はい、こだわりあんの？サウナスはこだわり。でもペティナイフが僕使いやすくて。ペティナイフ言っちゃいますよね。そのちっちゃめのちっちゃめのナイフ、果物ナイフみたいな。あるある、はい、めっちゃ使いやすいです。マッシュルームとかタタ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 ってやるやつ、はい、見たことある。大きいと、うん、やっぱ物もコンパクトにいきたいので、うん、まな板も小さめにしてペティナイフで、そうなんや、はい、ということで以上ですね、ちっちゃなお悩みまだまだメール募集しております。じゃあ3月受付メールアドレスお願いします、はいはい、メールアドレスは yk@allnightnippon.com、はい、皆さんのメール待ってます。はい、お願いします。ということで2週にわたってお付き合いいただきましたが、はい、ソタとはお別れの時間ということで。あー、ちょっと悲しいです。2週にわたってどうでしたか？楽しかったです。本当ですか？はい、めちゃくちゃ喋れてよかったです。いや、またぜひ遊びに来てください。お願いします。いつでも。本当に、はい、じゃあファンタスティックスからなんかお知らせがあれば。はい、はい、そうですね、今こうセカンドアルバムのファンタスティックボヤージがリリースされているので、はい、そちらの方もぜひチェックしていただいて、はい、これを見ていただいたり聞いていただくとファンタスティックスを知っていただけるような作品になってるんじゃないかなと思います。お願いします。わかりました。じゃあ最後にファンタスティックスの曲をかけてお別れとなります、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、それでは聞いてください。ファンタスティックスで To the Sky。 はい、ということで今夜のゲストはファンタスティックスの中島颯太でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
fight to the end. Running, 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 running. Ah, 100年前もちろん。3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。トカナ編集長スミヒコです。宇宙人超常現象陰謀論、さまざまなオカルトに精通するスミさんのディープなお話を伺います。よろしくお願いします。島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。涙なくして語れない感動のストーリーや、可愛くて癒される動物映像、ネット上の話題のトピックから世界の驚きの映像まで、ウェブメディアグレイプは思わず誰かに伝えたくなるコンテンツを厳選してお届けしています。グレイプで検索。岡村隆史です。矢部浩之です。ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭を行います。岡村さん、開催日は10月31日日曜1031で、天才武藤敬司で覚えてください。場所は横浜アリーナ。ただいまチケットの最速先行受付を実施中。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。ゼロベースのエンディングのお時間です。はい、今週のステッカーはこちらの方です。はい、あのネイルゴテゴテの、はいはいはい、僕たち爪の話をした方ですね。神奈川県のマニコ隊員さんです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そうだ、2週にわたって来てくれました。テンポ的にやりやすかったですか、やっぱ。まあ関西人ということでテンポ感はすごく心地よかったですね。やっぱそうなんですね。もうちょっと関西で勉強します。そんな無理にいいや。ソータのたまに映ってたまに出ちゃうんですよね。違和感ありますけど、まあ、映る時はあるかも、ね。はい、それではじゃあメールの読み込み、はい、お願いします。各コーナーメールは yk@allnightnippon.com まで、感想とかはツイッターでハッシュタグ兼アンダーバー ZB をつけてじゃんじゃんつぶやいちゃってください。はい、ということで今夜はここまで。ゼロベースをお送りしたのはファンタスティックス佐本夏樹と3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎でした。また来週。みちょぱらにこの人が来てくれます。バカじゃないの。ほぼみちょぱことチョコレートプラネットの松尾俊さんです。バカじゃないの。チョコプラ松尾さんとお送りするみちょぱらは今日夜10時半からいろいろお話しする予定です。いろいろお話しする予定ってもうバカじゃん。どんだけ。チャップアップ、ヤブカラスティックルー大柴です。私、育毛剤チャップアップのアンバサダーに就任しました。本当にね、耳にウォーター、クリビス天魚、驚きピーチの木ですけど、頑張っていきたいと思います。え？中身がない？髪の毛があればいいじゃない。チャップアップをトゥゲザーしようぜ。内村照義です。毎年素敵な仲間たちと歌にダンスにコントにとお送りする内村文化祭21万面。今年は2年ぶりにお客さんの前でやりたいと思います。日本青年館ホールで10月14日から17日までの全5公演。チケットは各プレイガイドで発売中です。